こんにちは。日本相撲会は3月28日、両国国技館で理事会を開き、理事長改選で、八角理事長を全会一致で選出しています。2015年11月に急逝した北の海理事長の後を受けて就任した八角理事長。16年には理事長選で元横綱の貴乃花親方を退け、今回で5期目となりました。大横綱として相撲界のトップを担ったこともある両者ですが、一時は非常に険悪な仲となった時期もあったようです。そこで今回は八角理事長が貴乃花親方に語った言葉について紹介していきます。合わせて両者の経歴などについても紹介していきます。ぜひコメント欄にあなたの感想を記載してください。コメントのやり取りで盛り上がりましょう。79年初場所で初土俵を見せた八角理事長。87年夏場所後に横綱に昇進し、8回の優勝を成し遂げています。92年夏場所前に引退した八角理事長は、93年9月に年寄八角を襲名し、九重部屋から独立して部屋を創設しました。2012年には理事に初当選した八角理事長。15年九州場所中に北の海前理事長が急逝したことで代行を務め、同年12月に第13代理事長に選ばれました。今年3月に再選を果たした八角理事長は、2015年12月の理事長就任時と比較してだいぶ余裕が出てきた。当初は手探りでいろんなことが整ってきたところでコロナ禍になってしまった。ただ一場所中止になったが、あとはなんとか開催できている。親方の協力と力士の頑張りで続けることができていると、その心境について語っています。また、相撲界の中心となって活躍してきた白鵬さんが引退した後については、今は横綱、大関が4人と少ない、と現状を明かした上で、もっと早く次が出てきてほしい。関脇以下はチャンスだと思わないといけない。もっと自分が上に上がってやるという気持ちを持ってほしい。力士によって力の出る時期は違うが、20歳過ぎとか20代中盤の力士が出てほしいと期待を口にしました。最後に今後の相撲界について、個人競技ではあるけれども相撲部屋の団体戦という側面もある。調子のいい部屋というのは全体が上がってくる。一人が強くなるとつられてみんなが強くなる風潮がある。各部屋で頑張るんだというのを見せてほしいと語っています。昭和の終わりから平成の時代の初め頃には大きな相撲ブームが起きていましたが、現在は下火になっています。注目を浴びていた白鵬さんも引退してしまい、今後はスター不在の状況でどうにか客足を回復するべく理事会側は苦心している状況のようです。平成初期の相撲ブームを牽引した一人が貴乃花親方です。横綱らしい相撲でも人気になった貴乃花親方は、惜しまれながら引退した後は理事会の委員に。しかしそのまっすぐすぎる性格はスポーツの世界では人気の要因でも、私生活では生きづらさになってしまったようです。家族とは次々と絶縁し、理事会ともトラブルになってしまいました。2018年3月29日、日本相撲界は貴乃花親方を委員から年寄りへ2階級降格とする処分を下しました。弟子で十両の高吉俊さんが春場所中に起こした暴行問題の監督責任に加え、無断欠勤した勤務態度も問題視されたといいます。同年1月に理事を解任されて以降、3度目の降格処分となりました。直後に開かれた記者会見では、これまでの私の行動によって協会の皆さんに多大なご迷惑をおかけしてしまった。理事会の処分を静粛に受け止めます。と反省を口にしていたと言います。貴乃花親方を降格した理由について、会見で八角理事長も、
貴乃花親方の初場所中の無断欠勤及び出勤要請への無視、拒否、高吉利さんのへの監督責任の2点を挙げました。その上で、真面目に仕事をして、また組織人として改めてもらえればと思っていると語っています。同年10月1日日本相撲界は貴乃花部屋の力士ら10人の千賀ノ浦部屋への転属届を承認しました。また貴乃花親方から提出されていた退職届も退職願いとみなして受理し、同日の臨時理事会に報告しています。理事会後の会見で八角理事長は、貴乃花親方は22回の優勝を成し遂げた立派な横綱であり、大相撲への貢献度は非常に大きい、と、これまでの偉業を称えた上で、今回このような形で相撲界を去ることは誠に残念。協会執行部は直接話し合いたいと思った千賀ノ浦親方に、貴乃花親方と一緒に協会に出て来られないかとお願いし、1時間半くらい説得したものの、断られてしまった。貴乃花親方の知人も心配して電話をしてきたので、いつでも会うと伝えたが、面会ができなかったのは残念に思う、と惜しんでいました。同年9月に引退会見を開いたことで、大きな注目を集めた貴乃花親方。相撲界の中心となって活躍してきた貴乃花親方が引退することについて、八角理事長は、なんで辞めるんだろうと最初は思った、と心境を明かし、親方としてはいろいろあったが、一緒に協会を引っ張っていきたい思いでいた。今は勉強の時期かなと思っていたが、いつか一緒にとは思っていた。今回辞めることになって非常に残念。と語っていました。しかし、その言葉とは裏腹に両者の関係は修復不可能なほどに断たれていたと言います。貴乃花親方は大勢の前で親方らを罵倒していることも話題になりました。2014年に亡くなった放駒理事長、八角理事長、友綱親方、いずれも自分より年長の先輩に対してでした。そんな貴乃花親方が八角理事長を免罰したのは16年1月の年寄り総会だったと言います。当時は山響親方が評議員を退任したことで後任を決定する必要がありました。八角理事長は年寄り総会に先立って行われた評議員会で元中村親方を推薦しましたが、これに対して貴乃花親方は猛反発したと言います。年寄り総会に出席していたある親方は、貴乃花は評議委員会でも思っていたようだけど、その後の総会でも凄まじかった、親方たちが見ている中で八角理事長をてめえとかこの野郎とか怒鳴り散らしていた。聞き取れた言葉はそれくらいで、あとはわめいているようにしか聞こえなかった。理事長が何かを言おうとしてもずっと怒鳴っているので、私たちもドン引き。あの怒り方は尋常ではなかったと明かしました。理事長選でもぶつかるも黒星となった貴乃花親方には、それはそれで終わり、これからは土俵でいい相撲を見せるんだと一丸とならなければいけないと、遺恨はないことを強調した。八角理事長は執行部から遠ざける報復人事を行わず、巡業部長に任命しましたが、八角理事長としてはこの勝負を根に持ってまた変な動きをされてはたまらないというのが正直なところで、貴乃花親方は放っておくと何をしでかすかわからない、もううんざりだと話す親方衆もいることから、対応に苦慮しているのでしょうと相撲協会関係者の言葉が報じられたこともあり、修復には程遠そうです。お互いぶつかり合うことはあったものの、相撲界をより良いものにしたいという気持ちは同じであるはずの両者、これからの各界はどうなっていくのでしょうか。ぜひ皆さんも一緒に応援していきましょう。この後関連した動画もご案内しますので、ぜひご覧ください。チャンネル登録やコメントもよろしくお願いいたします。